はい、さやまくんです。本日はですね、2024年マイベストカメラということでやっていこうかなと思うんですけれども、今ですね、瀬底島っていうところにですね、撮影に向かう道中で車で回してます。今ね、絶賛繁忙期中でしてですね、こんな感じで車の中でしかコンテンツ撮る時間ねっていうことに気づいて、休みがですね、10月もないんですよ。ほぼ10月に休み何日間かあるかな、2日3日あるかな、多分2日3日ぐらいしかなかったと思います。それもね、編集日とかになってくると思うのであれなんですけれども、まあ今日はですね、カメラ機材の話ですね。うわ、雷鳴った、大丈夫か。今からですね、ロケなんですけれども、雨予報なんですよね。で、めちゃめちゃ2時間ぐらい走らせるんですけれども、北部の方に行ったら、まあ雨ちょっと外せるんじゃないかと思って今走ってるんですけれども、雷がですね、落ちましたね。めちゃめちゃ心配ですけれども、まあ、あ、雨降ってきた、大丈夫か。まあまあ着く頃にね、止むと信じて。まあ2024年ですね、マイベストカメラということで、まあニコンの Z8、まあ早くも選んでいこうかなと思います。今年の初めぐらいにですね、すでに2023年のですね、マイベストカメラということでニコンの Z8 を上げてたんですけれども、やはりですね、いろんなカメラ今年も出ました。もちろんですね、 Z6III とかも購入して使ったり、最新機種も使ってるんですけれども、やっぱりですね、 Z8 が自分にとってすごくいいカメラだなと思ってます。今日は改めてね、ニコンの Z8 について話していけたらなと思います。で、 Z8 といえばですね、僕も公式プロモーションね、担当させていただいたんですけれども、本当にね、ありがたいなと思っております。自分にね、一番合ったカメラをプロモーションさせていただくってことは非常にね、光栄ですし、幸福度高いですよね。で、 Z の 85mmF1.2S ラインもですね、変わらず僕の中で勝負レンズで活躍していて、こちらもですね、公式の方でプロモーション担当させていただいて、まあ、公式ページにですね、僕の作例載ってたりとかするので、ぜひね、見てほしいんですけれども、このね、 Z8 と Z の 85-1.2 の組み合わせがめちゃめちゃいいんですよね。重量バランスが非常に良くてですね、レンズ自体は重いんですけれども、撮ってる時にですね、そんなに重量感を感じずに使うことができます。はい。で、 Z8 なんですけれども、やっぱりですね、僕みたいに写真と映像をですね、同時にハイブリッドにこなすクリエイターにとっては Z9 よりですね、コンパクトに、中身はね、 Z9 に匹敵するようなね、スペックを誇るということで、まあほぼ同等なんですけれども、非常にいいんですよね。なので、僕の業務スタイルでいくと Z9 2台と Z8 1台でね、回してるんですけれども、最近ですね、頸椎症を患わしたので、首の方を痛めてですね、総重量自体軽くしたくて、まあ Z9 にね、全て Z8にね、入れ替えてもいいんじゃないかなと思ってるぐらいには結構信頼してるカメラですね。まあ言うても Z9 は、まあどんなことがあってもですね、強靭なボディでですね、安心して使えるカメラ、まさにフラッグシップのね、位置づけなので、まあ1台はね、残したいなって気持ちあるんですけれども、1台8に入れ替えていいのかなと結構本気で思ってますね。 Z8 はですね、まずね、スチールのみのユーザーにもおすすめできて、やっぱり高画素でですね、なおかつ高速連写、そしてね、優秀なオートフォーカスでぶどまりよく撮影できるんですよね。で、メカシャッターレスなのでですね、シャッターのですね、摩耗がないので、ガシガシガンガン気にせず使えるっていうところがめちゃめちゃいいポイント。カスタマイズ性もですね、非常にいいので、自分に合ったですね、ボタン割り当てなどをすることによって、かなりですね、操作感も快適に使えますし、めちゃめちゃいいかなと思います。9と比べてですね、ちょっと劣ることといいますと、バッテリー持ちと、あとはですね、熱はですね、9の方が長回しの方向いてたりとか、まあ、その点はあるんですけれども、それをね、取っ払った時に Z8 の良さがね、結構光るかなと思いますね。やっぱりですね、あの筐体で Z9 とね、同等のスペックを誇るっていうのは、まあ、ボディサイズじゃなくて価格帯もですね、安くなりますし、結構ね、お買い得なカメラかなと思っておりますよね。そんな感じで、高いんですけれども、コストパフォーマンスがね、抜群なカメラなので、Z6III が出た時に、Z6III この値段だったらちょっと足して8でいいやとか言って8買った人を周りにめちゃめちゃいるんですよ。僕の周り今ニコンユーザーめちゃめちゃ増えていて、大体ですね、業務で使ってる人はですね、プロカメラマンの人は8を導入してますね。まあそれを見る限りですね、やっぱりね、プロで使ってる方は、まあまず1台ね、ニコン機迎えるとしたら8なんだっていう風に、この周りのフォトグラファーを見てても思いますし、まあ自分が使ってても思いますね。次にやっぱりね、 Z8 のいいところは動画スペックですよね。動画撮影が非常に向いてますね。動画撮影のオートフォーカスもね、優秀ですし、なんといってもですね、動画がロー動画撮れるんですよ。はい、ロー動画撮れるカメラっていうのはね、結構少なくてですね、まあシネマカメラとかがね、有名なんですけれども、まあマニュアルフォーカス前提なんですけれども、大体ですね、ロー動画撮れるようなカメラっていう感じになってくるんですよね。僕が
所有しているカメラでいくと BMCC6K とかがですねシネマカメラに当たるんですけれども、それもロー動画が撮ることができます。今のところニコンは快適にそれが撮れると。まあ、キヤノンもですね撮れる機種あったかなと思うんですけれども、まあ、現状スチールカメラでハイブリッドに動画撮影を撮るっていうことにおいてはニコンのカメラは結構ねトップクラスにいいかなと思います。オートフォーカスの精度、そして長回しの体勢含めてですね、ロー動画をあれだけで、ね、止まらずに撮影できるカメラっていうのはあんまりないんじゃないでしょうかね。まあ、どうでもいいけどめちゃめちゃ雨降ってきて雷すごいんだよね。今日撮影マジで大丈夫かな、マジで今無理じゃねってぐらい降ってるんですよね。まあ、沖縄本島もですね北と南でですね天気が違うので、まあさらに北に抜けたらですね天気回復してくれることを祈りたいですね。ロー動画何がいいかっていうと、こんな感じで沖縄ですね1日に雨降ったり曇ったり晴れたりみたいな感じで亜熱帯気候ですねコロコロ天気が変わるんですよ。そういった時にロー動画で撮っておくと生データなので、ホワイトバランスを後付けでいじってもですね破綻が少なくね調整できたりとか、あとは露出もですねプロレスローで撮っておけばファイナルカットでですね ISO 感度後から触れたりですとか、あと動画で一番厳しいホワイトバランスのリカバリーっていうのが、こういうね自然環境においてコロコロ天候が変わるような沖縄で撮影してる僕にとってはめちゃめちゃメリットでかいんですよね。まあ今日もですね、うわーすんごい雨、水溜まってきたな、ちょっとスピード落としましょうか、高速走ってるので。まあこんな感じで豪雨なんですけれども、普通に晴れたりするんですよこの後。まあそんな感じでピーカンだったり雨だったりばらつく天気の気候の中でですねホワイトバランスを調整してね合わせることができると、まあ今の天気がちょうどねこの例を話すのにいいかなと思うので、まあ雨降ってよかったってことにしようか。はい、でそんな感じでロー動画が撮れるメリットあるよっていうところですね。でロー動画のデメリットとしては、まあとにかくですねファイルサイズが大きいんですよね。データ管理が大変になってきます。なので僕も毎回ねローで撮ってるかと言われると違って、 N ログで撮ることも多いんですよね。まあ、N ログで撮ることをベースにしつつ、いや今日の天気コロコロ変わってやばいなみたいな、ホワイトバランスの調整幅担保しておきたいな念のためみたいな時はローで撮ったりとかしますね。さすがに晴れで撮った素材をですね雨の素材と合わせて違和感なくね調整しようと思ったらロー動画だったらいけるんですけれども、 N ログの幅だと結構厳しいんですよね。その話の流れで新しめのニュースだと、レッドのですねラットがですねニコン公式から出ましたよね。ニコンといえばですねレッドをですね買収して話題になったんですけれども、その恩恵第一弾ということでレッドのラットがですね N ログ用のラットが公式でダウンロードできるようになりました。これ無料なんですよね、すごいですよね。まあそんな感じでですね、N ログを使うメリットっていうのもねいろいろ出てきてますし、まあ使用頻度はもともと高かったので僕にとっては嬉しいニュースですね。すんごい雨だよ、大丈夫か、目の前が全然見えない。でですねニコンのですね忠実な色再現性がね必要な時にはニコンのねスタンダードの色味で撮ることも多々あってですね、ニコンのスタンダードの色味を活かしながらロー動画っていうところもできるので結構それも使ったりとかしますね。カラーグレーディングみたいなシネマティックな表現っていうのがですね業務運用で必ずしもマストではないので、どちらかというとニコンのですね忠実な色再現性が求められるシーンとかも多いんですよね。なのでニコンのカラーっていうのもめちゃめちゃ使います。はい、お願いします。すごい雨ですね。ねえ、大丈夫かな。晴れたらいいですけど。はい、ありがとうございます。助かりました。いやマジでですね、笑いが出るぐらい降ってるんですよ。まあでもね、この後絶対晴れますよ。僕天気の直感大体当たるのと、一応ですね時間帯別にエリア別に、予報は見てるので、まあ予報通りなら僕が撮影するエリアはですね到着時刻ぐらいに晴れてくれるんじゃないかみたいな。変わってなければ。コロコロ変わるんだよね天気予報。何の話してたっけ。あ、そうそう、ニコンのね色再現性のお話ですよね。ニコンのですね忠実なカラーっていうのは結構武器でですね、商業撮影において別にですねカラーグレーディングとかシネマルックがね求められてないシチュエーションって結構多いので、まあこっちがそんなにねカラーガチガチに作らずにもう本当にね見たまま素直にね写して納品しようっていう時にはニコンのカラー生かしでですね納品することも多いのでめちゃめちゃ便利ですね。まあ以上を踏まえてですね、さらに同時に写真と映像をですねハイブリッドに同時進行で撮影しようと思うと、もうね Z8 最高なんですよ。まずねスチールがですねオートフォーカスも早いしぶどまりいいじゃないですか。スチールをですねもうチャチャって取ってレバー一つでですねムービーに切り替えてムービーを抑えていくみたいな、そんな感じの業務スタイルだとですねめっちゃ雨降ってる、まあ、そんな感じの業務スタイルだとスチールの撮影をですね秒速で決めてムービーを撮影する時間を捻出してバーって撮るみたいな感じですよね。 Z8 だからなせる技だなと思っていて、結構ですね僕はもうこのカメラなしではきついなぐらいまで来てます。
先日ですね、あのニコンの Z8 を修理出してたので一定期間なかったんですよね。3週間ぐらいめちゃめちゃ結構ねなくなって初めてですねストレスを感じるというか、早く戻ってきてくれって感じだったので、もうちょっとね待てなくて代替機をですね、頼んでですねニコンさんに送ってもらったぐらいですね、 Z8 は本当に体の一部ぐらいになってますね。本当に押せるカメラです。でそのカメラがですね50万ちょいで買えるっていうのはもうめちゃめちゃすごいことですよ。他社のカメラで50万ぐらいのスペックのカメラまあいろいろ見ましたけど、 Z8 結構ぶっちぎってるんじゃないですかね。まあそのスチールとムービーのトータルバランスでいくと間違いなくぶっちぎってると思うんですよね。かなりですね、まあほぼ中身 Z9 なのでかなり最強だなとは思ってます。で中身のスペック以外の話でいくとですね、このグリップ感がめちゃめちゃ良くてですね、手にね吸い付くんですよね。Z8 ほどですね自分の手に馴染むねカメラないなってぐらいですね、本当にジャストフィットしていて、まあ結構そういう方多いですよね。結構グリップ感大事にされてるプロのフォトグラファーとかも多いんですけども、8愛用してる方みんな口揃えて言うのがですね、グリップ感がめちゃめちゃ気持ちいいみたいな。まあニコンのカメラですね結構全般的に言えることなんですけれども、まあ特にね8のあの筐体バランスとあのグリップってのは非常にいいんじゃないでしょうかね。ぜひね皆さんにも量販店で見かけたらね握ってほしいですね。まあそんなわけでですね、剣道線にも優れていて自然環境でハードに使う僕にとってはですね、まあニコンはですね気をつかずですねガシガシね一緒に戦えるパートナーみたいなノリなんですけれども、そういったカメラのねフィジカル面の強さみたいなのも求める人にとってはニコンのカメラ非常におすすめですね。はい、こんな感じでですね運転しながらゆるっと話していきましたけれども、雨はザーザー降ってるし、まだ雷はですね落ちてますねっていう感じでちょっと不安なんですけれども、今からですね仕事まあ間もなくあと30分ぐらいで到着かな、頑張っていこうかなと思います。はい、こんな感じでですね繁忙期ですね更新頻度鈍ってきたので、まあもう強制的にですねこういう車内でトークしたりとか、できるだけ皆さんにですねコンテンツ届けたいなという思いで車で話してみました。感想をお待ちしてます。またね車内トーク聞きたいよって方がいましたらですね、また収録していきたいなと思うので、また帰りのね道でもね撮ろうかなと思います。はい、今回の動画楽しかったらいいなって思ってくださった方はぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。